はい、こんにちは、レです。ドラゴンクエスト5やっていきましょう。前回はね、拙者結婚しましたね。ね。何も言ってくれない。まあなんか、前回話したところで終わったから、ルドマンさんにお話ししてから出発しようね、的なお話だったと思います。行きますか。ルドマンさん。あ、いた。よ、ご両人。もうお出ましか。なかなか似合いの夫婦だぞ。ございます。エミンさんたちは今朝早くお帰りになったわ。ああ、いろいろ聞かせてもらった。何でも伝説の勇者を探して旅をしているとか。そう。祝いを受け取ってくれい。何ですか。え、中のものを持って行っていい。ポートセレミにある私の船も自由に使っていいぞ。なんて人なんだ。夫婦仲良く助け合い、良い旅をな。いい人すぎる。ルドマンさんと結婚すればよかった。ああ、これは天空の盾。ありがとうございます。これが欲しかったんです。よかった。ゴールドまでもらえちゃうの。なんかすいません。行ってきますね。ヘルパドールの国。少し寄り道をして楽しんできている。ポートセルミから東、近くの海に浮かぶカジノ船。特別室に泊めてくれる。懐かしい場所を巡るのもいいかもしれんな。はい、行ってきます。ですね。行きますか。あ、もうテンプレしか読んでくれない。よし、行きます。お、久しぶりの航海で我々もワクワクしていますよ。あ、行きましょう。なんか船長とかいるのか、危ない旅はできないな。こんなでかい船ね、さすがにね、数人じゃ動かせないし仕方ないね。ワールドマップ見ましょうね。あ、ちょっとカジノ船見に行ってみるか。ルドマンさん一押しのカジノ船って、なんだこれ。ここだよね、カジノね。おお、ポーカーの必勝法。嫌だよ。別にもう俺いいんだよな。コインいっぱいんだよな。スライムレース。もう欲しいもんないしな。何交換できんのかな。あ、変わんないね、メニューはね。じゃあいいや。話だけ聞いて、もう行こう。なんもない。カジノ船行ってみまーす。え？こういう。あー、すごいね。ルドマン様に雇われ、カジノ船の安全のため、見回りをしているのだ。そうそう。あー、なんだね。ここで一泊できるのか。贅沢ですよね。あれ、ルドマンの奥さんもしかして。これは、知らんなんだ。何してんの？はっは、スロット酔いそうだな。特に用はなかったね。おーおーおお、砂嵐がすごいな。こんにちは。我らが女王アイシス様は旅人の訪問を心より歓迎します。歓迎いたします。はあ、アイシス様おらんぞ。女王様は再び闇が世界を覆い尽くそうとしていることを予言し、ああ、勇者の裁量を待っている。明日の庭園、わかりました。いかにも、椅子の上に立っている人がいる。ああ、やっぱりアイシスですね、わかります。ああ、まあ、そうなりますね。
あなたには何かしら感じるものがあります。案内しましょう。ああ、なんかもう丁寧にすいませんね。お墓、見に来たわけじゃないんだけど、そのな、兜が欲しいねんな、天空の。あれ、外なの？女王、外で大丈夫？ならし、ひどいなぁ。うわぁ、兜だ。あなたは勇者様の墓を前にいらっしゃった、とのことですが、実を言うと、ここでは勇者様を祀っていますが、お墓ではありません。世界を救った後、勇者様がどこに行ったかは誰も知らない。ははーん。天空の兜が代々伝わっていました。うん。ほうほう、そうだね。勇者様がなければ、この兜を求めるはず。兜を守るため、ここを立てたのです。兜を被ってみてください。被れないんだよな。装備できないね。そう、ダメなんだよね。戻りますか。ちゃんと持ってかないあたりが偉いね。うん。おー、ちょっとカリーも連れて行ってほしいな。早い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 。瞬速かよ。早いね。私は少しですが、人の心を読むこともできます。すごいね。多分あなたの勇者様を強く求める頃が私を感じさせたのでしょう。はえー。おー、いいっすよ。それでは、亡き父に代わって母親を魔界から救い出すために、となりますね。パパスを知ってるの？この地より海を越えた遥か東の国、グランバニア。ああ。この国のパパス王が、さらわれた王妃を助けるため、幼子を連れ旅に出たと。そうそう。詳しいね。東の国、グランバニアに行ってみるといいでしょう。なんか、非常に有益な情報ですね。うん、グランバニア、行ってみますね。じゃあ、目的も明確になったしね。女王様にはまばゆいほどの美しさ、それに未来を知る能力も終わりになるのかな。だから、この庭園ができたの？なんかすごいね。おしゃれだね。この山を越えるとグランバニアの国じゃ。国か。はいはいはい。あ、全然行く気まんまやな。ふるさとって言っても俺記憶ないんじゃないの？サンタローズが実際故郷感あるしな。なんか敵強そう。おぉ、何してるの？まあ微妙に迷ったかな。いいの？怖いなぁ、でも止まっちゃう。なになになに？刃物を研ぐ音。行くしかねえだろ。気をつけてね。体が動かない。ええ。もしかして、ボス戦。おぉ、目が覚めちまったんだよ。これを見てみ。おぉ、ありがとう。なんか刃物を解いてくれた。ああ、ありがとうございます。メタキンの剣、解けるのかな？お、おーおー、出口？あ、自動で歩いていく。え、あら、大丈夫ですか？お連れの方の顔色が優れないようですけど。え、マジ、ちょっと気分が。
ああ。バレちゃって。ほら、まずいですよ。ああ、担架が出てきた。担架っていうか、マットレスみたいな感じかな。ただの疲れかもしれんな。今日は安静にしてなさい。なんだろう。大したことがなくてよかったですな。本当でござるか。あまり無理させず大事にしてってくださいよ。そうですね。心配ですね。眠くなってきた。なんか怖いなぁ。私もう元気が出たわよ。はい、行きましょう。なんですか、なんですか、このイベント。嫌だなぁ。私の見事な芝居で、ただで一泊できて嬉しいでしょ。あ、あ？孫の餌。あ、困ったなぁ。いい人ですね。私も主人に釣られて困りたんですが、女なしでは辛いものがありましたわ。あ、やっぱきつかったね、今のダンジョン。だいぶすんなりいったから、これでもないと思ったけど。元気になってよかったよ。今、起きたばっかりだから。ん？何してんの？わしゃ、この山にかれこれ100年ほど暮らしておるもんじゃ。すげえな。向こうの岩場ですごろくに拾った。いや、俺じゃねえ。いや、全然。いや、全然。あ？ああ、そういう。よくわかんないけど、ありがとうございます。いいものもらっちゃいましたね。道中気をつけてな。ああ、ありがとうございます。最近は正直な旅とは減って嘆かわしいの。いや、正直、俺のものじゃないのもらってもしょうがないやろ。うわあ、ラッキー。あ、衣もらっちゃったよ。衣。な？ビアンカやな。ローブ外すか。なんか男キャラでさ、炎ダメージ軽減の防具って少なくない？こっちかな。お、おお、もしかして出口かな？この人は無事に着いたかな？随分前の話ですが、サンチョという人がここを通ってグランバニアに向かったんですよ。山頂！マジ？山頂あれな？あの、召使いじゃないけど、あの、お家の、おった人やな？お家にな？ようこそ、グランバニアへ。グランバニアへ。山頂、山頂いるかな？城の者以外、ああ、そうか。王様いないのになんか随分しっかり機能したお城だね。お、もしかして、山頂ですか。それでは私はこれで、ああ、なんかお話中失礼しました。待って。おー、その、もしかして。いやー。おー。おー、生きてたんすよ。ああ、そうか、知り合いだもんね。あのビアンカちゃんか、なんとまあ綺麗になって。そうだったんですか。何やらもう胸がいっぱいで。おー、山頂さん無事でよかったですね。おじろん王。ああ、そうね、パパスはこの国の王だったらしい。初めて知ったね。弟の人がね、いいんじゃない？だって仕方ないのな。パパがいなかったら。どうとか、オジロンがな。王様にはしゃないのな。いや、随分城を走り回ったね。まさか外の子がおるとは思わなんだ。オジロン。王三丁か。何やら嬉しそうな顔。いいことでもあったのかな。実は王様。パパスの、おー、パパスの息子でござるぞ。
この目はまさしく兄上の奥方、マーサ殿に生き写し。そうなんだ。これほど立派に成長して帰ってくるとは。ああ、確かにオープニングの部屋やな。オジロンじゃ、名前がいいですね、オジロン。やんかと、あ、やっぱ倒れちゃう。かな、あ、調子悪いな。まったくそんな体で旅をしてくるなんて。なにそうなんですよ、山の上でも倒れたんだ。どうも何も。ああ、おめでたね、なんだ。よかったねえ。え、そんな、何ヶ月も経ったんだ。お腹が目立ちませんが、こいつはめでたい。よかったね。きっとたまるように可愛い赤ちゃんが生まれますよ。出た、玉のように。オープニングだよね。こんな一言言ってくれればよかったな。そうかなって思ってたけど、旅をやめちゃうような気がして。どうだったんだろうね。でもどっかにお家持ってな、そこに置いていく感じだったのな、きっと。旅をしたいなんてわがまま言わないわ。そやな。体が大事ですからね。そう、死んだと思っていた坊ちゃんが生きて帰ってきてくれて。もうすぐ子供まで。山頂いい人やねんな。レースのビスチ。じゃあ、しばらくビアンカはお休みやな。おわぁ、拙者が生まれたルームや。拙者が生まれた部屋や。ねえ、よかったね。よかったよ、もういつも。悪いことが起こるから怖かったよな。いくら人のいい王様でも、ただの通りすがりの旅の人にベッドを貸すわけはないし。え、何者なの？あ、知らないの？まあ別に、そんなね、大っぴらに言うことないから。守りの種。そっか、じゃあビアンカの旅は、ここで一回、おしまいですな。安心いたしました。あ、そう、王様にお礼を言わなきゃね。今後のお話もあるしな。ああ、めでたい限りじゃ。実は、そなたに王位を譲ろうと思うのだ。いやー。私に何の相談もなく、突然何を言われる。まあまあいいではないか、大臣。わしはもともと人がいいだけで王の器ではないのじゃ。確かにいい人ではあるな。道理ではあるのかもしんないけど、旅しなきゃいけないから。しかし、代々王になられる方は、試練の洞窟に行くのが我が国のしきたり。だが大臣、昔たちが今ではあの洞窟の怪物たちが。ああ、大臣は、なるほどね、オジロンになってほしいのかな。試練の洞窟に行って王家の証を取ってきてくれい。わかりました。試練の洞窟はこの城の東の森の中。明日行ってこいってね。わかりました。そっか、そっか。なんかいい展開でいいわね。疲れたしね。だいぶ元気になったみたい。いや、ゆっくりしててどうぞ。ねえ、王子夢じゃなかったんだね。王様になっちゃったら、子供も王子様ね。いい子ですね。それじゃあ、まあなんか、前回に続いてまたいい感じでおしまいにしちゃおうかな。ねえ。な？名前忘れちゃったよ。なんてとこだったっけ？そう、サラボナを出発してね、結婚式明けでサラボナを出発して、いろんなとこをちょろちょろ回って、自分の本当の故郷、まあ、なんて言うならね、生まれた場所のね、グランバニア城までやってまいりました。で、オジロンが、後継者ね、なんか王位を譲ってくれるらしいんだけど、そのためには、試練の洞窟に行かなきゃいけないそうです。
次回はこの城のそばの試練の洞窟に行って王位を継承するところから始めていきたいと思います。それでは最後までご視聴いただきありがとうございました。また次回お会いしましょう。バイバイ。